無条件降伏。巨大ネズミと戦うのか。ねえ、カード、どこ行ったネズミ。近場狙うしかないか。いってえだろこいつ。いて、一匹倒したよ。で、はい、よし、上に上がる。来たな。来た。よし、いて、あいつも攻撃してきやがった。よし。ミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。あれか、ちょっとでかい面してるって感じ。やり放題みたいな。盗んじゃった。おい、何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり。みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。
俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい何してんだよ俺は俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国のやつだから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパンだよ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。その夢を叶える前に牢屋行きにならないといいわね。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。逃げろ。よしよし。マップがセレクト。すぐ右だな。いや、こっちか。こっちかな。困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の宿宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい、砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は境亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、境亭へ一っ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。すまんない仕事だな。まあまあそう言わずに一つ頼まれておくれよ。次は、こうかな。
こら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バニー。